はい、皆さんこんにちは、ワダルクルピジです。では今回は新ギレンの野望、黒い三連星ガイア、ベリーハードチャレンジ、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、ベリーハードはなかなかね、骨の折れるプレイになるんですが、ここまで比較的順調に来てます。まずオデッサの防衛戦を展開した後、マドラス、北京と2つの基地の制圧完了してます。今回はまずですね、オーストラリアトリントン基地に部隊を進めていきます。中心となるのはもちろん3連星なんですが、その中でひときわ強いのがランバラルですね。まあ、すでにですね、階級はガイアが中佐、さらにオルテガマッシュも少佐と、ランバラルより階級が高くなってしまっているので、ランバラルはあくまでも3連星の部隊の中に所属している、まあ、一士官という形なんですけども、乗っているのは専用のゲルググ、これをフル改造済みです。これを使ってですね、この後も攻略進めていきましょう。ではガウに乗った今ご紹介したランバラル、それに3連星、これを一気にトリントン基地へ向けていきます。ではトリントン基地に侵入してます。隊長、マクベ大佐から通信だ。機関らの活躍で地上侵攻作戦は順調だ。もはや連邦軍など恐れるに足らん。今ならばジャブローの攻略も可能なはずだ。機関らの判断でジャブロー攻略を開始してくれ。さあ、ジャブロー攻略来ましたね。早くも部隊強襲をかけていきましょう。進めていきます。一気にジャブローを落とす。これ思ったよりも早くこのベリーハードチャレンジが終えられるかもしれないですね。でジャブローの近くにですね、ゲルググが降り立ちました。これ編入させておきます。大きいですからね、ゲルググのいるいないでは。でゲルググがジャブローの近くで粘ってる間に、こちらは高速度ガウで進行していきましょう。ちなみにですね、このゴックも水力だけマックス改造してあります。ゴックで足が遅いのが唯一の欠点だったと思うんですけど、水力増しておけば多少ね、使い勝手が良くなっているかなと思いますね。はい、特攻型のガウが大活躍してくれてですね、もうジャブローに侵入できます。なので一気にジャブローに侵入して攻略していきましょう。ここが届くって大きいですよね。では入れるものから入っていきましょう。ではジャブローです。部隊数敵44に対して味方22、半分ですね。さらにジャブローは生産を継続されるので、まあ普通にやっていくとちょっと厳しそうなので、まあしっかり3連星やランバラル隊を使っていきます。あとはここジャブローに関しては基地中心部を制圧すれば攻略完了になったと思うので、まあ基地中心部まで一気に、まあランバラル隊3連星を突入させるっていうのも一つの手ですよね。敵の陣形を見て決めます。ではちょっとずつ攻撃仕掛けて敵の数削っていきます。なんとここのランバラルのところにアムロがいます。この戦いは楽しみですね。アムロを倒して基地中心部へ迫っていきましょう。さあアムロ、ランバラル、ここはしっかりアムロを撃破ですね。まあ、さすがランバラル隊ですね。モビルスーツの数で逆転しました。このままジャブローの基地中心部目指しましょう。まあ、ガルマはね、地球方面軍司令の座をマクベに奪われてしまってますけど、これガルマがジャブローを攻略すれば
地球はまたガルマのものにきっとなりますよね。では進軍します。はい、基地中心部取り囲みました。じゃあ最後はガイアで制圧して終わりにしましょう。黒い三連星ガイア編ベリーハードチャレンジ攻略完了です。じゃあこのままエンディングを見てベリーハードのクリアマークを確認していきたいと思います。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。黒い三連星の活躍によってジオン公国軍は戦いに勝利した。80年にわたる地球連邦政府による地球圏の支配という歴史に終止符が打たれ、ザビトによる独裁政権が樹立する。だが、ギレン・ザビによる支配は長くは続かなかった。キシリア・ザビは独立戦争の英雄である。三連星と腹心マクベを伴い、反旗を翻したからである。オデッサ鉱山基地から得た豊富な資源が戦いを勝利へと導き、キシリアの反乱は成功する。そして三連星はキシリアザビの部下として抵抗勢力を打ち倒していき、その知性に大きく寄与したのである。ではクリアマークを確認します。黒い三連星、ベリーハード、つきましたね。あと、ベリーハードがクリアできてないのが、ガルマですね、ガルマ。それ以外は、一年戦争編は、すべて、ベリーハード、クリアマークはつけていたかなと思います。まあ、ギレンとかレヴィル将軍とかはしんどかったですね。逆シャア編では、まあ、シャアがまだですね。なので、残っているベリーハードチャレンジは、ガルマと逆シャーのシャーということになりそうです。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、また別の動画をご覧いただければ嬉しいなと思います。